N か M かはアガサクリスティによる長編推理小説である。この作品は1941年にアメリカ合衆国のドットミードカンパニーから出版され、同年11月イギリスの EN コリンズクライムクラブから出版された。アメリカでは2ドルで発売された一方、イギリスでは7シリング6ペンスだった。現代は成功回帰当初のカテキズム。 何時のクリスチャンネームは何か、N か M で答えよ、から取られている。秘密機関、おしどり探偵に続くトミーとタペンスが主人公の小説。時代は第二次世界大戦開戦後の1940年。情報局の関係者が N か M、ソングスージーという言葉を残して死んだ。一方子供も、 戦時下の奉仕活動に携わるようになる中、手持ちぶさたにしていた、ベレズフォード夫婦のもとに、ソングスージーが、南海岸の保養地リファンプトンにあるゲストハウス、無友像であることを知った、情報局の職員グラントが訪れ、タペンスを追い出した上で、トミーに、ナチスの大物スパイとされる、N か M の正体を突き止めるように命じた。ところが偽名で捜査に乗り出したトミーが見たものは、 そのことを知ったタペンスが先回りし、変名を用いて無誘想に来ているという予想外の状況だった。かくして、二人は夫婦であることを悟られぬよう、それぞれ男砂取りをする未亡人と、その餌食となる、かわいそうな男を演じることとなった。その他、リーハンプトンの住民など、複数の人物が登場する。ありがとうございます。